しょう。惜しかったですね。さあ今度反対。東京新宿区にある健脳カフェ。認知症に不安を感じる人などを対象に体操などのレクリエーションを通じて認知症を予防することを目指す新しいタイプのカフェです。私ぐらいの年になるとやっぱり認知症ってのは気になるから、そういうことにならないように、何かヒントがあるんじゃないかって言って で参加しました。うちの母が亡くなって、その亡くなった経緯が、まあ、最終的には認知症を患って施設に入ったんですけど、その認知症自体は私全然認識なくて、発症の兆候もあったやと考えたらあったんですが、それも気づかずにあまりにも知らなすぎて、後々にその後悔がありまして。厚生労働省は先月、2040年に65歳以上の高齢者の3人に1人が認知症かその前段階の状態とされる MCI 軽度認知障害を患うという予測を発表。国が認知症だけでなく MCI 患者数の推計もしたのは今回が初めてです。認知症研究の第一人者で健脳カフェを運営する新井医師は、この MCI の段階での予防が将来認知症を発症する時期を大きく左右することが分かってきたと話します。 MCI とは正常な状態と認知症の中間であり、記憶力や注意力などの認知機能に低下が見られるものの、日常生活に支障をきたすほどではない状態を指します。新井医師はこの MCI の段階で何も予防をしなければおよそ5年で半数が認知症を発症する一方で、適切な予防を続ければ正常な認知機能を取り戻すことができる人も一定数いると話します。一番今の医学ではホットなところです。火事で言うならば火元がこうくすぶっているうちに火元を消せばいいんですけど、こう広がってきてしまって認知症になってしまうと、 MCI っていうのは火元とその近くがくすぶってるぐらいだと。半年前からカフェに通う田中さん、去年 MCI と診断されました。今の段階ではどうにか一人で暮らせますが、もうちょっと進んだらちょっと問題があるなと自分で思うんです。ギリギリのところでこうさまよってる感じですね。これ以上になったら認知症のグループになってしまうので。田中さんはここでの活動に加え、去年12月に保険適用となったばかりの治療薬レカネマブを投与しています。認知症の原因物質を取り除き進行を抑える画期的な新薬です。田中さんには日常生活に支障をきたすほどの症状はないものの、手放せないものがあるといいます。メモを取ります。でもう今のこともね、いつ放映とかって教えていただいてるのに、もう家まで帰る間に忘れちゃうんですよ。だからどこで待ち合わせたとか、そういう友達と約束したことをもうすごい楽しみにしてるのに、うっかりその日を忘れちゃうことがあるんですよ。一方、薬を用いない予防法も広がりを見せ、より身近なものになってきています。東京世田谷区にある玉川大師です。ボケ封じに御利益があると言われているお寺で、週末になると多くの方が訪れる場所です。認知症に御利益があるボケ封じ観音で知られる玉川大師。住職の進歩さんは参拝客にさらなる御利益をと、今年3月ある最新設備を全国で初めて導入しました。向こうにスピーカーがあるんです。スピーカー、あ、はい、あ、ここからお経が流れてる。そうなん、はい、どうです、ちょっと聞いてみて、なんかちょっとあれっていうこととか気づくことありません？なんか、でもすごく失礼になっちゃった、嫌だな、ちょっと音が割れてるというか、なんでしょう、反響してるように聞こえます。なんかちょっと振動というかね、震えあるでしょ、はい。
こちらのお寺ではキキッパという最新のスピーカーを使い、お経の音源を加工して特別な音に変え出力しているのだといいます。加工前の音と加工後の音を聞き比べてみると、いかにひとりだ、やっぱり変わった瞬間、ね、うん、確かに反響してるっていうか、なんですかね、こもった感じというか、ね、はい、で響くっていう、そうですね、確かに。この加工された音が認知症予防と一体どう関係があるのでしょうか。開発した会社はこの加工された音を聞くだけで脳内にガンマ波といわれる集中したり記憶するときに出る脳波が発生すると説明します。ガンマ波をめぐっては認知症予防に関してこんな新たな研究結果もあります。そもそも認知症の原因とされているのはアミロイド β といわれる脳内で作られるタンパク質で、健康な人にも存在する物質です。通常は脳内のゴミとして分解排出されますが、排出されずに脳に蓄積することで認知症の原因になると言われています。このアミロイド β がガンマ波によって減少する可能性があることがアメリカの大学による最新の研究で分かってきたといいます。新井医師は認知症予防ではさまざまな予防法を組み合わせることが重要だと話します。一つでね、この複雑な人類にとって一番大敵なアルツハイマー病をね、何かやれば予防できるとか治るとかいうわけは決してないんで、皆さん予防が大事だって思いになってくれると社会的に大きなこうムーブメントっていうか流れになるんじゃないかと思いますよね。